はい、リッス、こんにちは、高井です。今日はですね、またゼッシンさんとね、トークなんですけど、対談ね。で、今日のお相手は、考察系高野さんっていうね、YouTuber の方です。波乱の幕開けになるんじゃないでしょうか。楽しみですね。ちょっとね、連絡を待ちたいと思います。まあ、どんなやつなんだかわかんないけども、甘ったるいことしてるようなら、ガツンと言ってやりますよ。いいっすね。はい、高行です。もしもし。私、考察系高野と申しますけど、あなた何さんですか？いいっすね。なんなんだよ、お前、いきなりその態度はよ。おめえが名前変えろや。いいっすね。これが私の素顔だよ。ふざけってこと言ってんじゃねえよ。ちょっとマイクの位置変えるわ。ちょっと待ってろ。待たせたな、おい、高野。高野っつうとな、俺の前の職場にな、頭がつるっぱげた親父がいてな、そのイメージになっちゃうんだよ、ハゲ。おや、やっぱおめえかよ。前の職場の高野かよ、おい。ありがとうございます。はい、あれ、ドッキリでした。皆さん、ドッキリでした。これどっちがドッキリ仕掛けたんか分かんなくなってるけどね、これ。いやいや、もう高野さんがやっぱしょぼいんですよ、毎回毎回。うそ。今だって。皆さん今のですね、考察系高野さんがえらいキレてくれましたけど、私と高行さんの打ち合わせでは高行さんがいきなりキレるっていう前回のドッキリを引き継いでまた高行さんキレてってやろうとしたのに、アクシデントで、考察系高野さんが逆にキレるという、で高行さんが前回に引き継いでまたいきなりぶち切れるというドッキリをやってみようと思ったんだけど失敗しました。また失敗。またもや失敗。成功しますんで、次回こそ高木さんのぶち切れドッキリ。またやるんすか。